ゆりネ,ネはこちらなんですけれどもお正月なんかによくあの見かけることあると思うんですが冬場から春にかけてはとても美味しくてお芋とはまた違ったホクホクとした感じとあと独特の香りがあと白魚こちらはもう春にしか食べれないもので苦味も少しありますが。 いい出汁も出てとっても美味しい春の味なので今日はこちらで卵とじを作っていきたいと思いますゆり根なんですけれども、えー、よく見ると順番にこう重なっておりますのでこの順番をよく見て1枚ずつ剥がして水の中に入れていきますでこの時おがくずがたくさん付いているのでそのおがくずを 水の中でよく洗いいい落とすのと、すす。ののあとこういう泥がついてますので、えー、お水にしばらく漬けておくと泥もあの溶けて落ちやすくなりますのでしばらく水につけてから、えー、お水でよくゆすいで、えー、洗ってから処理をしたいと思います。でこれでですね順番にとにかく全部こうきれいに剥がしていきます。そして芯だけになるんですが、 もう芯ギリギリまで食たいと思いますで、これをよく洗いますと綺麗にあの泥も取れてこういう状態になるんですがこの時ですねあの縁の部分があの火が入ると色が変わってきますのでここを綺麗にこうやって面取りをしてあげますであとこちらにもし黒い汚れがあったらちょっと包丁で削ってあげて真っ白のこういう綺麗な状態に 仕上げていきますゆり根の下ごしらえなんですけれども先ほどあのきれいに縁を取ったゆり根を水からあのから火にけていきますちょっとゆり根ってあの癖があってアクもあるのであのそれを取るのとあとある程度火が入ってる方が卵とじを作る時は他のものとのバランスもあるので最初にちょっと火を入れておくと美味しく仕上がります。 水からゆり根をあの入れまして、沸騰するまでは強火であの火にかけてください。で、これで沸騰するまで少し待ってください。で、今だんだん湧いてきたんですけれども、ぐらっときたら火を止めて、えー、ザルにあげます。煮すぎると煮溶けてしまいますので、あの煮溶ける前にあのザルにあげるようにちょっと気をつけておいたらいいと思います。 縁からこうちょっと半透明になってきたのが多分わかると思うんですけれども本当にこの中心が白いのがわかりますかこれがまだ火が入ってないんですけれども周りがちょっと半透明になっているのがわかると思うんですが全体がこの半透明になったらザルにあげて冷ましますだいぶいいと思いますで火を止めてザルにあげますこれでちょっとしばらく冷ましてください えー、これで下ごしらえができましたこちらはシラウオはですね生のものを買ってきて塩水で沸いたところにシラウオを入れてそれを、えー、氷水に取ってあげたものを水を切ったおいたものですで、こうやってボイルしておいてください卵は1個用意します卵とじ作るときは冷蔵庫から出した卵ではなくて室温に戻した卵で卵を閉じるとうまくいきます なぜ常温にしておくかというと卵を閉じる中の温度と卵の温度差があんまりあると上手にふわふわっとした卵とじができないのでなるべく常温に戻しておくこととあとよくあの攪拌してください。白身と黄身がよく混ざってた方がふわふわっとしたあの卵とじができます。分量のしし汁を用意いたしました。まここに。 火にかけまして、沸いたところで塩と醤油で味を整えます。お出汁が沸くまでは強火で大丈夫です。沸いたらちょっと中火に落としてください。お出汁が沸いてきたので、ここでお塩とお醤油で味を整えます。沸いてきたので、火をちょっと細めます。お塩が小さじ半分。で、お塩が溶けてから、お醤油をちょっと入れます。ここへ。 ゆり根を入れていきます、えー。お出汁が沸きましたら火を中火に落としてください。でそこで味をつけてゆり根を入れます。でゆり根が火が入ってくるまでちょっと様子を見てください。ゆり根によく火が入ってくるとあのー、こうゆり根の表面に気泡ができますのでそれが目印という感じでしばらく煮ていきます。 こちらみたいにちょっと気泡みたいなものが薄皮が膨らんできます。そうしましたらだいたい火が通った目印なのでここで白をを入れていきます。白魚は一応まんべんなく偏りがあると卵で閉じてからかき混ぜるわけにはいかないのでなんとなくまんべんなく白魚を入れてください。 ゆり根によく火が入ってちょっとひびが入って割れ目が入ってきたところで卵を閉じたいと思います。じゃそれまでちょっとよく卵を攪拌しておきます。ゆり根はあの火が入った具合でだいぶ味が変わってくるんですけれども、あの本当によく火が入ったゆり根は甘くなってすごく美味しいので煮すぎのちょっと手前ぐらいまで火が入るように。 したいと思います。もし心配でしたら、あの一番こう大きくて立派そうな分厚いより根にちょっと箸をブスッと刺してみたら、その感覚でわかると思います。あのスッと箸が通るようであれば、もう完全に火が入っているという証拠なので、じゃあこれ大きいのに一回箸を通してみましょうか。このように。 これでスッと箸が入るので、えー、もう美味しく煮えている証拠ですねだんだんこのこの辺からひびが入ってきてるんですけどわかりますでしょうかこんな感じになったら卵で閉じます卵を閉じるときはちょっと火を強めますそして細く同じところに卵が回らないようにぐるぐると回し入れますそして火を止めて 出来上がりです。では盛り付けたいと思います。卵とゆり根と白をそっとすくいました。今日はおつゆたっぷりですね。でここで春のものなので、これは木の芽をたっぷり乗せたいと思います。もしあの木の芽、手に入らないようでしたら。 これ意外と胡椒も美味しいですあの割り胡椒なんかパッと散らしていただくとすごく美味しくいただけると思いますゆり根のホクホクとふわふわの卵で閉じた春の優しい味ゆり根と白鵬の卵閉じできました